バルグラトラムはアルジェリアの都市、ワルグラ市内を走る路面電車である。主要都市に軌道交通を建設するというアルジェリア政府の方針のもと、2000年代以降アルジェリア各地の都市では路面電車の建設が進んでいる。サハラ砂漠東部に位置し、石油や天然ガスなど豊富な資源を有する都市、ワルグラもその一つで、2018年3月20日に、 実施された開通式典には装飾が施されたラクダも参加した。運営はアルジェリアのタ都市の路面電車と同様にアルジェリア国内外の公共交通事業者の出資により設立された特別目的会社のセトラムによって行われる。2020年現在、ワルグラの新旧市街地を結ぶ全長9 6トルの路線を有しており、カスリ、メルバド、 ワルグラ大学やアルジェリア国鉄の駅、バスターミナルと接続する。電停は終端を含めて16カ所に設置され、新旧市街地の中間地点には、最大24両の車両が、収納可能な車両基地が存在する。気温差が激しく乾燥した砂漠地帯に位置することから線路には適切な熱、膨張特性を持つ R260 号が用いられているほか、 建設は気温が摂氏摂氏30度以下となる期間に集中して実施されている。最短5分間隔、早朝、夜間でも15分間隔という高頻度運転が実施され、通常は5時30分に始発列車が午後10時に最終列車が出発するダイヤが組まれている。一方、ラマダーンの期間中は運行時間が延長するほか、日没後は 各電停に30から45分間停止し、従業員から食事が振る舞われる。通常運賃は片道30ディナールで24時間1週間有効となる乗車券も発行されている。また、セトラムが展開する1ヶ月間有効な定額制ガードトースサールも使用可能である。下ギス400にワルブラトラムで使用されている営業用車両は フランスのアルストムが開発した、超低小電車のシタディスのうち、両運転台、7車体連接車のシタディス402である。開通に先立つ2016年に23両が、あんな場に工場を持つシタルによって製造された。砂漠気候下を走行することから、空調装置が強化されているほか、塗装や窓には砂嵐への対処を踏まえた特別な構造や設計が取り入れられている。 車体の塗装は太陽や砂漠の色を元にした白と薄い茶色が用いられる。一方、車内はヤシの小立ちをイメージした緑色で塗られており、猛暑や直射日光に対する乗客のリラックス効果が図られている。主要所言は以下の通り。この他にもワルグラトラムの車両基地には事業用車両として複数台のウニモグが配置されており、 うち一台は軌道に積もった砂やホコリを除去する清掃車である。2019年時点でワルグラトラムには旧市街の全長 3km の区間を含め3つの延伸計画が存在する。ありがとうございます。